どうも、今回ですけども、個人的な志田動画です。個人的な志田動画でしょ。そうです、皆さんへのご報告動画。あ、そうですね、はいはい、ということで、はい、こちら、はい、散々いろいろ打って、はい、悩んでダークスピード、はい、マックス、意外にあれだよね、ここにしまして、はい、なんでそれにしたのか、俺結構来るの期待してたんだけど、割となんか買った割とみんな応援してくれたなんかちょっと表紙抜けしちゃったね。買ったっていう動画にはみんななんかこう優しいコメントが多くて、ね、僕も意外と表紙抜けしました。もう一応来るかなと思って構えてたので、ね、意外と皆さん優しくて、はい、で、はい、初ラウンド行ってきました。はい、はいはい、ということ で、はい、まあ、初ラウンドの感じ、はい、あの練習場とかで出た球がね、うん、やっぱちょっと出ました。はい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 、左まっすぐとか、あ、はいはい、左に出てそのままもうちょっと曲がるとかが出まして、なかなかね、でもあれだよね、うん、OB はしてないよね。 OB はねしてない。 OB は OB してない。うん、左まっすぐとか、あとは、まあ、でもあと結構いい感じのフェード。あ、1回 OB してる、でし2回 OB してる、2回に1回 OB、 1回いけ、あのめちゃ打ち下ろしのこういうロングかなので、あー、はいはいはい、いけね、カート道に当たっていなくなってた、はいはい、ちょっと引っ掛けたですね。そう、はい、やっぱ力を入れると左側にガンガン行っちゃうわけですよ。うん、はいはいはい、うん、どうですか、なんか改善したい、ちょっとシャフトだからちょっと、あ、今回シール貼らせていただいて、はい、あの クラブのパスとかフェースのクローズ具合とかちょっと見ながら、はい、ちょっとあのちょっと何球か打ってラウンドでも実はこんな球が出たと、うん、そうだね、それをちょっと改善したいっていう親に、はい、再発防止策相談とかも含めた、そうだね、ちょっと、はい、ちょっとラウンドどうだったかっていうのをちょっと感想も踏まえながらちょっとじゃあ打ってもらいましょうか。はい、いいですかね、はい、じゃあお願いします。エドボール、はい、はい、それではですね、ちなみにちょっとドライバー以外のことも含めたラウンドのご報告を、はい、あ、そうですか、していただくと、全く練習なしにですね、私ラウンドに臨みまして、はい、あの志田動画のみ練習といえば一番意識低いゴルフ系 YouTuber だと思ってます。本当ね、ごめんなさい、子育てという最大の言い訳を使いまして練習しなかったんですけども、なんと前半がねめちゃめちゃ調子よくて、はい、本当に無練習ですかっていうぐらい。パターが入ったんだっけ、結構パターは前半ね別に18パット。あれそうだっけ、うん、だけどまあそのアホパターバカパターはなかったね。あ、はいはいはい、アプローチがなんかちょっと雰囲気めっちゃ出てたでしょ。あ、確かになんかこんなアプローチの雰囲気めっちゃ出てた。アプローチチョロは一回もなし。あ、はいはい、で途中から雰囲気が先行しだしたよね。雰囲気だけ出しすぎてなんか全然球違う方向に入りめっちゃいいけど超オーバーするみたいなね。はい、そうですね、まあでもなんか思ったほどひどくなかったですね。ああ、そうですか、はい、はい、もっとひどいかなと思ったけど、はい、ちょっとじゃあラウンドっぽく、はい、ラウンドでこの球は出てないっすね。おお、確かにドローは出てないよね。うん、ドロー出てないかも。左まっすぐとフェードばっかりだったそれしてもなんかちょっと室内の割にいまいちの飛びでございますね。あ、でもヘッドスピード40出てる。あ、本当、うん、やっぱ出るんだ。やっぱ出るのね、ダークスピードちょっと不思議だね。室内でね、なかなか出なかったよね。出なかった。だ、今別にそんな思いっきり振ってない、うん、なんでだろうね。なんかやっぱエアローの効果あるんすかねやっぱあるんだよね。このつるっとしたビュンってこうさ、持ち合い加速すんのかもしって無駄なこういうのつけてないじゃん、やっぱりこういうの。いや、本当は無駄じゃなくて、あれがあのなんか空気抵抗を良くするっていうやつだと思うけど。ただね、その思ったほど飛距離がっていうところがあったよね。はいはい。まあ、いい当たり。ちょっとなんかあれだな。ラウンドと違う球が出てますね。ラウンドの球を見たかった。でもあれだね、多分ラウンド、あ、でもこの球は多分 OB した球に近いと思うよ。あ、なるほどね、うん、でももうちょっと球高かった気がするけどな。高かったね、うん、あの多分室内だから勝ち上げてないんだと思う
この前の打球にプロの教えをこうちょっと今は忠実にできてる。そうしっかりこう打てているって感じ。だって結構ね、多分まあラウンドだと力入るから、こっからこう、うん、こういう風になって、うん、きっとこういう球は結構多かったね。はいはい。でも結構左から右にちょっとブーメラン的なフェードだったよね。うん、球多かった。うん、でそれを気にしてガーンって打つとビーンって左に行っちゃうのがあったね。最長飛距離何歩でしたっけ？250ぐらいだったんだっけ？まああの超打ち下ろしで245。うん、あはいはい、はい、だフラットだとね210とか8とか。まあこの時期っていうかね、まだね芝生もカッサカサ。あとで風がすごかったよ。確かにね。超上げてた。上げてたね。全ホール上げてたぐらいの。上げが多いんだよねブルックスは。そう。うん、結構振った。いや室内だといい球出ますね。いい球出るね。あでもちょっと飛距離物足りない。もうちょっと飛んでるイメージだけどな。飛距離が物足りません。結構いい当たりしてんだけどな。お41。え本当？うん。やっぱ出るのかな。あれまだ魔改造してないよね。もしかして魔改造してないよ。あのグリップ。ここに貼ったやつか。貼ったやつはもうやめちゃった。しました。皆さんあのありがたいねコメントで多数いただきまして、あの僕たちの知識の浅さと。あれがカウンターだと思ってたけど違うんですね。でもちょっとはバランスは変わるんじゃないかなと俺は思ってんだけど、ね。バランスを変えるっていうのがカウンターバランスではないってことだね。そういうことですか。多分ここの視点の反対にあるっていうのがカウンターっていう。反対になったらさ、グリップの方が重たいっていうこと？これはないよね。だからここでこうクラブがこう変えるじゃない？うん、そのこっち側にポイントがどんどんこっちに行くってことでしょ？左に行くってことでしょ？こっちに重りがあるっていうのがカウンターで、うん、ここにあると別に向こうが重いだけだからカウンターっていう意味じゃないんじゃない？多分ね。でバランスが C9 になったとしてもこうやってやるときにこっちが重いからグンってこう変えるって加速できるっていうのがカウンターってことじゃないかな。カウンターバランスっていうのは違うんですね、うん、俺たちの考えてたバランスを変えるっていう意味ではない。バランスを軽くするっていう意味ではないと、ね、ああそういうことですか。多分あのコメントから察するにそうなんじゃないかなきっと。申し訳ない、勘違いしてましたね。ということで、はい、打っても打ってもいい球しか出ない。ちょっとラウンド系の球を打ってるって。ラウンド系の球どうやったらどうしたらいいんですかね。これ結構振った、まあ、ちょっと近いかな、うん、あこういう球多かったね、うん、多分こう上から入ってくる感じ。飛ばないね。あれ飛ばないね。でも本当この飛距離よく見てよ。ちょっと見てゴルフ場ででもさえ 41.8 出てんだよね。ちょっと見ましょうか、不思議だな。えなんで全然あれ60いかないんだっけ。ほとんどいかない。キャリー203、まあ、でもなんかこう言われたらこんな感じだったね。こんな感じだったか。203、220っていうなると、うん、そうだね、うん、ただヘッドスピードが徐々に上がってきました。41全部40以上じゃん、うん、飛ばないの、まあ、でもえ待って、いやでも 41.8 だったらもうちょっと飛んでもいいかもしれない。まあ今ちょっとこすったからね最後ね、うん、なんで飛ばないの、ちょっと見せて。スピン多い。あ、いやまあ最後はちょっとあれか。2700とか別にそんな悪くないよね。2700、うん、松山さんぐらいだから、うん、いや高く高さも別に高くないよね。高すぎじゃないよね、うん、なんでそれしか飛ばないんだろう。ちょっとあれだね。じゃあ打つ。いや俺はまたあ別途分かりました。ご報告させていただきますんで。どうすか、うん、なんか悪くなかったけどもうちょっと飛ばしたかった。そうだね、はい、もっと飛ぶと思ってた正直。せっかくダンクスピードなんで、あの計測さ数値、あの練習場で打った数値的にもっと飛ぶと思ったんだけど。240ぐらいしたっけ。行ったりした ね、うん、それなかったね。ただねヘッドスピード出てるし、うん、なんだろうね。シャフトではないよねこれ。軽いんじゃない。素材じゃないやっぱシャフトの。えベロコは入れないとさ。入れる。ちょっ
総重量とかちょっと後で測りましょうか、はい、個人的に、はい、まああれだよね、でもちょっとカウンターも用意してるんだっけ、 それこそカウンターはね、はい、忘れましたもうちょっと飛ぶと思ってたけど、はい、GC クワットで意外とスピンがまあそれなりに出てる感じだね、うん、てな感じでアタツ君のシーズンが開幕しましたんで、はい、あの次はあれかな、交流会ですか、そうですね、はい、はい、メンバーシップの交流会で火を吹く可能性がありますので、はい、4月30日、4月30日ね、はい、ますので、交流会ありますんで、はい、北海道の人は今からでもメンバーシップ入れますからね、入ったら参加できます、はいはい、ということでこれを見たい人は入ってください入ってくれたらこれ見れます、そうですね、はい、打てます、はいはい、打てる貸してください、はい、ということで、はい、じゃあまあこれから多分シャフトとかね変えると思う、俺もちょっとこねくりたいと思います、うん、はい、ということで、はい、今回はシャフト変えて大丈夫ですかTSR の二の舞、あ、二の舞なりそうだね、はい、とりあえずこのカウンターからやっていこうかな、はいはい、わかりました、ということで、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。Thank you.